出るとき散歩のとき来ましたね。中入らなかったですけど、ここですね。カフェなんていうのこれ、ちょっと発音が分かんないです。ここですね、ウルムチジョンルーのこれです。今何時やろう、時間がちゃうわ、9時42分ね。ちょっと待ってくださいね、私待ち合わせ時間間違えましたね。あれ11時に待ち合わせしてるんですけど、まだ9時40分です。1時間早かったですね。ということで、これ店入って1時間待ってたら、またな、さらに店で撮影とかなったらずっと店にいることになるんで、せっかくなんでちょっとこっから散歩したいと思います。この辺ちょっと1時間ぐらいブラブラします。しまったな。ということで一旦ここで終わります。またもう一本の動画で散歩しますんで一旦終わります。この右側がそのイランの領事館です。この壁の向こうが。ウルムチジョンルー、ここで終わりですね。この赤い丸がついてるんで、でここがファイハイジョンルーですね。ファイハイジョンルー、この辺あんまりわからないですけど、ここもなんか領事館かなんかかな。こっちから先がウルムチ南ルーになるんですね。ウルムチ南ルー、この壁のところもなんか領事館っぽいですね。これ警備員の人、さっきの警備員すごいキビキビしましたけど、なんか壁にもたれてますけど、なんか言われそうやなこれ。またちょっと反対向けときます。すごいな、アメリカの領事館もあるんですねこれ。なんかすごい警備が。ちょっと早めに離れます。アメリカの領事館一番警備厳しそうですもんね。なんか
からしたら、あ、ヘンシャンルーか、こっちまで来たんですね。このマンションがなんかすごい高級なんですよね。いい感じの朝っていう感じですね。ウルムチルーも結構長いんですね。多分ウルムチ、ベイルー、ジョンルー、ナンルーって続くと思うんですけど、あんまりしっかり歩いたことないんですけど、これバス停があって、49のバス停、こっから上海体育館まであるんですね。スタバか。なんかこれ弁当屋さんですか。なんか弁当。まあ、ちょっとこの後カフェ巡りの撮影あるんですけど、私動画撮ろうかどうしようかちょっと迷ってて、動画撮った後でめんどくさいなと思ってるんで、もしかしたらウェンちゃんが動画撮ってる横でライブ配信しようかなと思ってます。っていうかもうこれを動画上がってる時にはそのライブ配信終わってるんですけど、ちょっとどうしようかなっていうの考えてますね。あ、これヨンジャールーだいぶ来ましたね。どうしようかな。まだでも1時間あるな。
この辺も結構カフェとかあるんですよね。そこに確かなんかカフェがあったような気がします。あ、ありましたね。なんかアイスクリームとか売ってるところ。まだこの時間やってないか。これヨンジャールーですね。ヨンジャールー、あれ上海語ではヨンガールーって言うんですかね。なんかウェンちゃんがいつもヨンジャールーじゃなくてヨンガールーって言ってたような気がするんですけど、上海語とかもう覚える余裕がないんであんま分かんないですけど、もうちょっと行ってから戻りましょうか。ちょっと間違えてもう1時間早く来てしまいました。もう早めに向こうのカフェ行って入っててもいいんですけどね。深夜ですかこれ。あーでもここずっと行く、あのサオジャパンルーですか多分。それで終わりか、ウルムチルーは多分。ウルムチナンルー、それで終わりですか。この木が生えてる感じいいっすよね、上海の通り。何ですかねこれ。美容室ちゃうか、カフェですね。これもカフェですね。この先はジェンゴーシールートの交差点ですね。
は前後シールとウルムチ南ルーの交差点ですね。そこの PCR 検査場やってますね。結構ここもなんか良さそうなマンションですね。1階が銀行になってますね。プードン発展銀行プルファインハン。でもほんと今銀行行くことってなくなりましたね。現金下ろしに行かないですからね。昔よく中国株のある情報誌があって、その情報誌の編集の方と結構親しくさせてもらってたんで、よくあれですね、中国の銀行の写真とか、なんか雑誌に載せる、雑誌とかその株の情報誌に載せる写真が欲しいって言うんで、撮影してメールで送ったりしましたね。先は特に何もなさそうですね。もう向こう多分ジャパンルーですから、多分あそこでウルムチルーは終わりじゃないですかね、うん、やっぱりなんかウルムチルー向こうの方が、北の方が面白そうですね。この辺あんまり、これ何の店ですかこれ。ブランド物の中古の店か。私ブランド物の中古とか絶対買わない組み合わせですね。そもそも中古のもの買いたいと思えへんし、ブランド物も欲しいと思わないんで絶対買わないですね。それだったらなんかタオバオでしょうもないカバンとか安く買って、まあ、壊れたらまた買い替えればええわっていう感じですよね。まあ、でもなんかタオバオで安いやつ買うとほんとすぐ壊れますね。なんなんでしょうね、あれ。ちゃうわ、あれ、偽物市場で買ったリュックですよね。なんか、紐とかすぐ取れてくるんですよね。縫い目がほどけてきて。まあ、やっぱり安いやつは、そんな作りが違うのかなと思いましたけどね。とりあえずちょっと一回でも店戻りましょうか。あんまりやってると遅れそうなんで。
ンションもなんか良さそうですね、これ。高そうやな、これ。カフェですね、これ。家なんですか、人住んでるんかな。なんかすごいでかい家ですよね、これ。ここはウルムチナンルート、ヨンジャールーの交差点ですね。なかなかでも朝の散歩もいいもんですね。もうちょっと寝ようかなって思ってたけど、時間を間違えて結局早めに来てしまったという。なんかそういうこと多いんですよね、私本当。時間間違えてたり、なんかやらなあかんこと、本当重要なことを忘れてたりとかですね。たまにそういう失敗するんですよ。まあでも早めに間違えてくる失敗は全然いいですけどね別に誰にも迷惑かけないんで。遅く来てしまうとまああれですけど、
ょっと自転車で行こうかなということで、これはこの辺で終わりたいと思います。またカフェのやつライブのアーカイブに上がっていると思うんで、またよかったら見てください。ありがとうございました。ウルムチナンルーでした。从睁开眼直到风我入睡，黑夜白天见你的最爱。 Only my love radio, Only my love radio.